はい、皆様こんにちは、あきです。今日は初心者の方でもできるサルサに使える簡単なステップを4個紹介していきたいと思います。まず背筋を伸ばして胸を張ってお腹を締めてやっていきます。足を揃えて足を前にタッチするステップからやります。それが1個目のステップ。まずこうタッチしてください。タッチ1 2 3 4 5 6 7 8。そしたらお尻をキュッと上げていく感じで1 2 3 4 5 6 7 8。これだけです。大丈夫ですか？それでは音でやっていきます。動かしていくステップです。右足から1 2 3、左2 3 1 2 3 1 2 3。これもお尻をちょっと上げるというかこう出す感じで1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3。脇は少し開けて出した時に肘を横に出す感じで1 2 3 1 2 3 1 2 3。大丈夫ですか？それでは音でやっていきます。こういう風に広げてもいいし、肩をこう出してもいいし、好きなようにやってください。少し早く言いますね。1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3。大丈夫ですか？それでは音でやっていきます。横に移動します。足を出してこの足を引きずって戻るっていうステップです。ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー。手は広げてみます。ワン、ツー、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 ワン、ツー。こんな風にこんな感じです。大丈夫ですか？じゃあやっていきます。
ず1、2、3回やって、そしたらこの出た足を後ろに引いて、そのままさっきのスライドをやっていきます。そんでちょっと待って1、2、3回やったら、この足を引いて、ここから出してスライド、ね、1、2、3引いて5、6待ちます。出す1、2、3引いて5、6待ちます。今度こっちタッチタッチタッチ引く5、6待ちます。こっちタッチタッチタッチ5、6待ちます。早くタッチタッチタッチ、はい5、6待って、ほいパッパッパッ、はい5、6、はいどうぞ1、2、3後ろで5、6、7出す1、2、3後ろ5、6、7出すみたいな感じで音でやっていきましょう。
ステップを取り入れて、まるまる一曲踊ってみたいと思います。それでは皆様、バイバイ。